Everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオからキウナ名古屋お送りいたします。本当に雨よく降りますよね。ね、車のタイヤもね滑るしね、王子のトークも滑っ、あ、違うね、滑り王子マスクマンでございます。はい、かなり、はい、王子の滑りトークは前からです。それにしても本当に雨が降ります。洗濯物が乾かなくて困っちゃう。水に込みスキーと、はい、沖縄よく晴れてるんですよね。はい、はい、名古屋ずっと雨降っております。ダンサーズでございます。はい、今週のテーマはデザート。今週のテーマはデザートです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、リスンラジオ、リスラジからも放送しています。地域選択から九州、沖縄を選択し、FM ギノワンを選択してください。ゲストコーナーがあります。本日の電話ゲストは、東海協和株式会社国内営業課の課長さん、石田明さんになります。22時12分頃からとなります。この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイトザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、陸上海上輸送を一貫サポート東海協和、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。はい、それではですね、メールを読みたいと思います。はい、お願いします。はい、ハイタイ名古屋チームの皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。のぼせ気味のアレックスです。あれ、のぼせちゃってるの？どうしたのかな。鼻血出ちゃうよ。暑いからじゃないかな。そうだよね。熱中症に注意ですわ。うん、最近のデザートは冷たいものを食べています。特に凍らせた豆乳シリーズです。キッコーマンの豆乳でいろんな味があるんですが、一番美味しかったのは杏仁豆腐味です。お試しあれということですね。あのね、豆乳凍らせる豆腐美味しいですよ、本当に。あ、そうなんですか。うん、で、いろいろ味があるじゃないですか。うん、なんかフルーツ味とか、はいはい、でコーヒー味とか。で、なんかね、そういう味のやつだと本当に、ちょっとさっぱりしたシャーベットみたいな感じになります。うん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 、お試しあれですね。王子まだしたことないですね。そのままのごくごく飲んでますから。王子は豆乳は平気？え、平気ですよ。おー、いいですね。うん、大丈夫なんです。うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。では行きますね。はい、名古屋の皆さん、こんばんは。ラジオネーム愛媛のしんちゃんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ニュースを見ていたら愛知県でも大雨が降ったみたいですね。大丈夫でしたか？ね、そうですね、愛知県はまだ、まあ、確かに降ってるんですけども、隣の岐阜県が、うん、そう、岐阜県大変なんです。今国道も崩れて通行止めになってて、うん、そうですね、JR もね、うん、またちょっと通行止め、ちょっと被害出てます ね、 そうですね、大変なんです、はい、ね、もうちょっとまだ気が抜けないですよね、はい、で、今夜のテーマデザートですが、仕事の休憩中に食べるデザートが楽しみです。
ご飯の後にスーパーマーケットへデザートと缶コーヒーを買いに行くのが定番です。今のお気に入りは瀬戸内レモンのロールケーキ。レモンの爽やかな酸味のクリームが甘いロールケーキの生地とよく合います。期間限定商品なので今しか楽しめない味です。休憩中のデザートは前半の仕事の労をねぎらって自分へのご褒美、そして後半の仕事に向けての活力になっています。あー、やめられないです。ということでした。ありがとうございます。そうですよね。まあ仕事途中で、まあ疲れをね、癒すってことがありますので、うん、甘いものだとね。ね、うん、元気出ますよね、なんか。そうですよね。甘いもの食べると。食べ過ぎると虫歯になっちゃうよ。違う？なんか言ってよ。いや、今そのタイミングで言うかなと思ってさ。いや、よくあのね、うん、あの、小さいお子さんがいるね、うん、お母さんたちがよく言うんですよね。うん。うん、ね、あの、お菓子ばっかり食べてると虫歯になるよ。と言われた、言われた、ね。ちゃんと歯磨きしようねって。うん、言われた。ですよね。はい、じゃあ行きますね。はい。ラジオネーム、名越マナーさんです。ありがとうございます。こんばんは、沖縄は真夏真っ只中です。今日のテーマは私には全く似合わないのです。笑い。あれなぜだろう。スイーツを食べるお腹が空いているならご飯を食べたいタイプです。あ、なるほどなるほど。ホテルランチでもスイーツはあんまり取らないですね。それくらいスイーツというものに興味はないですが、全国のこのお菓子おいしいとか食べたいとかはありますよ。子供が小さい頃はケーキもカルカンも作ったりなどしましたが、しかしフルーツは好きなものたくさんありますよ。あ、名古屋のみそさんに空港でいただいたあのお菓子は美味しかったですね。それでは最後まで頑張ってくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。空港で大口屋のサンキラ不満汁が売ってて、うんうん、で、島野さんが、沖縄の方に帰るときに、普段は私たちこう沖縄に行くときって朝1の便で飛行機乗るんですけど、そうするとどうしても売店がやってないんですよね。で、ちょうどその帰り乗る飛行機の時間が午後だったので、そう、そのなかなかやってない売店で、その生菓子ってね、その朝一番にはなかなかないじゃないですか。それが売っててね、で、それをもう本当に、あ、久しぶりに売ってたと思って、これ本当に美味しいですからって言って、それのことをメールに書いてください。ああ、そうなんだ。あのね、うん、王子恥ずかしながらね、うん、そのお菓子知らないんだよね。あ、そう、うん、美味しいよ。あんまりね、甘いものが得意じゃないってこともありますので。王子もあれよね、甘いものよりは辛いもんだね。辛いものだよね。辛いもんだね。そうなんですよ、ね。そうそう。フルーツは好き？フルーツ食べますよ。食べますけど、たくさんは食べないんですけどね。うん。うん、でも、まんべんなくいろんなね、季節に合わせてみたいな感じ。そうですね。フルーツ食べますよ。うん、で、デザートも食べるんですけど、ただ、たくさん食べないですよね。日常いつもこう置いてあるとかっていうことはありませんので、うんうん、やっぱりね、辛いものとね、アルコールだよね。やっぱりそこに来るのか。やっぱりバシバシ来るよね。今日ダンサーズは？デザート。うん、デザート。和菓子も洋菓子も両方とも好きなんですよ。うん、で、まあ、そうですね。和菓子、やはり草餅が好きですね。あ、草餅ね。うん、草餅って中にあんが入ってます？あ、入ってます。あのね、粒あんとこしあんがあるじゃないですか。はい。はい、王子はね、こしあんなんですよ。粒あんあんまり食べないんですよ。もしいただいてもね。お二方は、なんかあります？草餅は、粒あん派。粒あん。まあでも、どっちでもいいです、ね。うん。こしあんでも粒あんでも。うん。なんかでもね、草餅だと粒あんでもいいかなって思うし。うん。なんか、お餅によっては、こしあんの方が嬉しいなって思ったり。うん。いろいろ。まあ、ダンサーズの場合はね、うん、甘いもの好きっていうかね、うん、デザート大好きですもんね。もう、オールマイティーに受け付けるって感じ。ほ、うんとね。ほんとね、甘いもの、和菓子も好きですし、うん、洋菓子、ほんとね、洋菓子ですと、まあ、ケーキ。うん。僕ね、笑われるかもしれないですけど、王道のショートケーキがいいです。うん。でも男性はやっぱり、王道っていうか、うん、ショートケーキよね、うん、なんか。そうですよ。うんね、ショートケーキ、あと、チーズケーキ、うん。うん。まあ、そんな感じ。割とベーシックなのでしょ、うん、そうそう。なんか、冒険とかしないんだよね、あんまり。
そうなんですよね。ね。そういうもの。うん、本当に、本当にもうベーシックで、うん、オーソドックスっていうんですか、うん、こういったものが好きだったんですね。なんかやっぱり、女子はちょっと変わり種をね、食べたくなるのよ。うんうん、ということでですね。うん、はい。ゲ、あ、そうですね。ですね、続いては、じゃあ、CM 続いては、ゲストコーナーです。はい。建設内装材のことなら名古屋の中川名木奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8ではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和株式会社は陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 キウナゴヤ。本日はですね、ゲストの方はですね、東海共和株式会社国内物流部部長石田明さんでございます。よろしくしはい、よろしくお願いいたします。お久しぶりです。よろしくお願いいたします。はい、ワスクマンでございます。どうもご無沙汰してます。はい、ご無沙汰しております。部長、今ですね、やっぱこういうコロナ禍の中ですけども、物流に関してのこう滞りがあるとかっていう、そういういろんな影響っていうのは、今現在はどのような感じになってますかね、出てるんですかね。はい、やはりですね、まあ、残念なんですけど、私ども名古屋港を、ね、基盤にして、まあ、仕事しておるんですけど、まあ、残念ながら海外からの、まあ、輸出入はじめ、まあ、今メインであるこの沖縄のですね、物流もやっぱりコロナ禍の影響がだいぶ出てるって感じは身をもって感じてます。ああ、そうですか。やっぱりいろんなニュースなんかをね、聞いたり見たりしてもですね、今現在沖縄でも基地の方からですね、コロナの方が出てるっていうニュースが伝わってきますので、やっぱり国内いろんなところで、そのような影響がね、まだ、出てくるんじゃないかなっていうふうに懸念をしております。私もですね、物流センターの方ですね、引き取りの荷物をね、取りに行くことはよくあるんですけども、まだ愛知県、まあ、東海3県ですかね、いろんなトラックが、並んで、こう、待ち合いっていうんですかね、うん、その時間もかなり、なんていうんですかね、ちょっとこう、待っててくださいっていうぐらいの、ことがありますので、またいろんな、まだ東海3県では、車での、物流ですかね、それが動いてるんじゃないかなっていうふうに感じておりますけども、まだ全国的にはどんな感じのイメージを部長お持ちですか？それでもやっぱりですね、少しずつ、もうやっぱり影響出てきて、やっぱり私どもって各企業さん、お客様の荷物を運ばさせてもらうのが、勤めになるんですけど、はい、やっぱりコロナの影響からですね、少
少しずつ皆さんの消費等の影響も出てて、まあ、残念なんですけど、そういった貨物の荷動きが少しずつ落ちてるっていうところを、最近特に感じてましてですね、今、マスクマさんがおっしゃられたように、倉庫なんかでも一部並ぶところはあるんですけど、やっぱり以前のような、盛況というか、忙しいという感が、ちょっと今、名古屋港自体がなくなっているのも事実ですよね。ああ、そうですね、はい。まあ、私もですね、まあ、愛知県を中心にですね、品物を運ぶことがありますけども、やっぱりこう、コロナの影響でいろんな、ところでその打ち合わせなんかとかですね、そういうものが、先延ばしになったりとかですね、してますので、現場の状況が一時ストップとかっていうことが、ありました。そうすると、やっぱりそういう荷物もちょっとこう、滞りがあるような、感じがありましたので、これから先、またね、第2波が来るようなことがあるとね、ちょっと心配なことがありますけども、そうすると全体的にやっぱり、いろんなことで物流なんかもちょっと、滞りが出てくるんじゃないかなっていうふうに、懸念はしております。おっしゃる通りですね。やっぱり残念なんですけど、まあ、実はね、私、6月にですね、まあ、国の方の、ま、県またぎというかですね、まあ、解除になって、7月の6日から、先週なんですけど、まあ、4日間ほど、まあ、沖縄の方に、まあ、沖縄にちょっと出張させていただくのも半年ぶりなんですけど、はい。まあ、いろいろ現地のですね、状況も、確認していこうと思いまして、お邪魔してきたんですけど、やっぱりですね、今、マスクマさんおっしゃられた、公共工事とか、そういった部分の、ちょっと停止とか中止とか、まあ、も、場合によっては、計画の見直しということで、ちょっと先延ばし感がすごいちょっと出てるなっていうのは、実際現地に伺って、まあ、感じてはきたんですけど、ただ、反面ですね、やっぱり沖縄の、まあ、方々の、活力っていうんでしょうかね、それは、久しぶりに、半年ぶりだったんですけど、いい、活力を、私自身ちょっともらったっていう感じで、まあ、充実した4日間ではあったんですけど、やっぱり物流業者としては、もう少し、活気があればというところは、ちょっと感じてますね。そうですね。やっぱりこの今、部長のお話を聞いてですね、やっぱり沖縄の方からのですね、そういうパワーをですね、全国に、まあ、またね、私たち、こう、愛知ですけども、そういう力をいただいてですね、活気あるような、活動がしたいとは思っています。そうですよね。本当に皆さん、まあ、こういった状況下でも、気分よくと言いますかですね、こちらから名古屋からお邪魔したんですけど、歓待していただいて、出迎えていただきましたし、まあ、昨今の真ん中の状況は、まあ、ちょっとコロナ落ち着いておるんですけど、やっぱり関東地区、関西地区自体も増えてます。で、先ほどおっしゃられたように、沖縄のですね、まあ、基地からも結構、感染者の方も出てますので、やっぱり沖縄本島の方のですね、感染が広がらないように、まあ、いろいろ情報を取りながら、対応していきたいと思ってます。そうですね。やっぱりいろんな情報を、こう、私たちもね、得て、こう、いろんなことに対してまた予防していかなきゃいけないとは思ってますので。また今日はですね、ダンサーズもおりますので、どうぞ。あ、ダンサーズでございます。こんばんは。どうもご無沙汰しております。ご無沙汰しております。またケーキが、似合いそうですよね。あ、甘いものがね、甘いものです。ご無沙汰してまして。ご無沙汰しております。甘いものも好きですし、辛いものも好きですし、お酒も好きですので、本当に体にはよろしくないんですけども。はい。そうですね、私もですね、沖縄には、の方にはしばらく行っていないんですけども、つい最近ですけども、沖縄の方で、これはもう沖縄県、在住者向けのですね、旅行プランとかですね、今出てきておりまして、まあ、県内の、経済の活性化というところもありますので、そうなってくるとやはり物流量も増えてくるのかなと思いますけど、そのあたりって石田さんもいかがでしょうか。実はですね、そういったところにちょっと期待をしているところもございまして、はい、まあ、やはり先週なんかの私どもの出張のですね、状況で話させていただくと、はい、まあ、まあ、繁華街も含めてなんですけど、日中でもですね、ああいった国際通りなんかの、人通りも
すごいまばらな感じを受けまして、うん、はい、まあ、もちろんインバウンドの海外の方からのですね、お客さんもないんですけど、はい、やっぱり国内からの、まあ、移動の方ももちろん、自粛されてみるところはまだまだあるとは思うんですけど、はい、やっぱりこの夏の7月の後半からのですね、はい、そういった、まあ、キャンペーン等が利用していただくことが可能であるんであればですね、はい、やっぱり飲料とか食品とか、土産物とかですね、そういったものがいろいろ物流に増加するような形でつながればと期待はしておるんですけど、反面やっぱりまあ、コロナが蔓延することもですね、まあ、第2や第3波の懸念もあるので、ちょっと難しいところではあるんですけど、まあ、最終的に物流業としては、荷物がですね、回復傾向に、臨めばいいかなというところでは思っております。そうですね、観光客の皆さんがお土産を買うとなると、そのお土産品もですね、実は包装紙は沖縄県内では生産していないものがありまして、印刷はしてるかもしれないんですけど、材料などはですね、全部この、本土の方から送ってるというところがありますので、やはりそういったところもですね、経済の活性化というところはとても重要かなと思っております。はい、そうですよね。やっぱりまあ、消費していただく部分では、まあ、本土からのですね、まあ、物流がですね、滞れないような形で、まあ、名古屋からは微力ではあるんですけど、私も使ってですね、輸送を、協力できればというところもありますので、まあ、ラジオ、このラジオもですね、まあ、沖縄の皆さんで、まだ名古屋地区、東海地区においてですね、沖縄への、まあ、物流等お考えであり、今やってみるところがあれば、まあ、何なりと、当社の方へまたお問い合わせをいただければと思っております。はい。ありがとうございます。失礼しました。先ほどは、国内物流部部長石田さんでございましたね。大変失礼いたしました。味噌煮込み好きでございます。ご無沙汰してます。はい、いつもお三方の声、楽しく、配置をしますので、またこれからも頑張ってくださいね。ありがとうございます。なかなかね、はい、このようなね、ご時世ですので、ね、ちょっと良くなって、まあ、出張も、されたかと思いますけれども、またちょっとね、今厳しい状況ですけれども、もう少し、こう、予防対策が、講じられてね、もう少し、こう、経済が活性化するとね、もっと、よろしいんじゃないかなと思いますけれども、今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。これからも楽しい放送期待しますので、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、本日は、はい、ありがとうございます。はい、本日は東海協和株式会社国内物流部部長石田明さんでした。ありがとうございま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 した。はい、すいません、ツイキャスでね、赤シャチさんからですね、石田部長、好きな色は何ですかってツイキャスでいただいてたんですけれども、ちょっと今気がつくのが遅くて、申し訳なかったです。あ、話し硬いからボケてしまったそうっていうツイキャスいただいてました。王子も滑らないでしょ？ちゃんと教養。いや、そうなんだけど、ほら、石田部長の好きな色は何ですかって聞くの忘れちゃったから、またちょっと聞いておきます。じゃあ、王子の好きな色を紹介しましょうか。王子のはいらんと思うよ。いらないの？おだまり。ちょっとエコ欲しいんだけど。おだまり。はい、じゃあ王子の好きな色どうぞ。エコ言ってくれる？ゴールデン。おだまり。やっぱり名古屋だから金なんだね。そうだよね。社長子もそうだからね。社長子もそうだもんね。はい。はい、ありがとうございます。はい、すいませんでした。ちょっと、ツイキャス気づくの遅れました。ガシャチさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あと、シュプリームさんからね、ツイキャスで、本番は日本人ならあんこでしょ？デザートに缶詰の粒あんをスプーンで大人食いしたいです。ということで。あれ、口の中もさもさにならない？シュプリームさんも甘いのを好きってことですよね、きっとね。そうですね。ね。ありがとうございます。はい、じゃあメールお願いします。はい、メールいきます。ダンサーさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマンさん、こんばんは。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 リスナーのハートを逮捕するの、銭形警部でございます。急なごを行かない者は逮捕だー！逮捕しないで。
今週のテーマデザートといえば、最近は健康のために朝飯は必ずデザートとして未明に24時間スーパーにて安くなったカットパインやみかんゼリーを購入し食べるようにしています。おお、ね、未明って、あ、ほらほら、結構24時間で営業してるじゃないですか、スーパー。ということは警部は未明にあれなの、うん、なんか夜もお仕事されてる。あれですよ、お昼と仕事と夜もまた違うお仕事されてる。はい、お忙しいんですよ。お忙しいですね、はい。一人暮らしでフルーツを食べる機会が少ないため口内炎になっていたので、はい、これではまずいと思い、はい、フルーツ類を朝飯と一緒にデザートとして食べています。柑橘補給ですね、うん、そうですね、うん、柑橘類やパイン、リンゴは好きですね。お三方はデザートとしてのフルーツは何が好きですか、ということですけども、王子ね、フルーツミックスジュースが好きだね。ほら、あのさ、昔さ、銭湯なんかに瓶がなんかあったじゃないですか。あれなんか美味しくてね、あれ好きだったんですよね。ああ、いいですね、腰に手を当てて、そうそう、いや手を当てんでもいいですよ。いや、手当てるのも定番ですよ。それもね、何も巻かずにね、あ、そう、よく、あなたよく巻いてないよね。オールフリーの形で。どっかで聞いたことありますよ。あるね。ちょっとオールフリーちょっと見たくないな。はい、いいですか、メール言って。はい、はい、はい、お三方こんばんは、フルムン新一です。ありがとうございま す。地元読谷村のイタリアンでイゾラというお店があり、ファストランチが最高なのですが、デザートも絶品です。常時10種類あるジェラートはどれも美味、ジェラートだけのお客さんも多いです。おですが、なぜか店ではそれほどプッシュしてないティラミスが実は超おすすめ。プッシュしてよ。そうなの。きっと美味しいと思うよ、ティラミス。ある時、隣にいたグルメらしきお客さんが大絶賛していました。店主は控えめな方ですが、奥さんが豪快なのもこのお店の特徴です。今度、闇谷にいらした時はぜひ一緒に食べましょう。ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。ああ、でもティラミスはきっとイタリアンだから美味しいと思うな。ああ、気になる。あ、読谷村もいいですね、うん。なかなか沖縄にお邪魔できね、石田さん、部長も行ってらっしゃったけど、うん、なかなかね、お邪魔できないですよね。そうですね。うん、ね、ちょっとしばらく。今ね、うん、ジェラートで思い出しましたけどね、うん、はい、ダンサーズよくアイスクリーム食べてるよね。うん、いや、好き好き、うち、アイスクリーム好きですよ。うん、虫歯になるよ。うん、またそんなこと言う。これがね、ならないんだよね。あら。そう。レディーボーデン、うん、大人食いするのがね。うん、レディーボーデン美味しいですよね。美味しいです。久しぶりに食べたけど美味しかった。バニラなんかいい感じですね。いい？自慢して。アイスクリーム2リットルの容器があるけど、いい、あれをカレーを食べるスプーンで、うん、1日で食べちゃったことあります。食べ過ぎだよ、それは。はい、ということでエンディングでーす。はい、来週のテーマは花火。花火の思い出、好きな花火など教えてください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート東海協和、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇、首里、中村製菓、高級木材のご用命は中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい。はい、今夜もありがとうございます。ありがとうございました。アイスクリームさんが好物は、羊羹の端っこのガリガリと、ケーキの周りのフィルムにカップアイスの蓋のあれです。すごいわかります。それ、はい。うん。はい。では今日もありがとうございました。ありがとうございました。閉店ガラガラ。はい、本日もお聞きくださいましてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、なかなかやっぱり大変ですよね、このご時世ね、はい、そうだね、うん、まあ、いろいろね、まあ、これね、コロナが収まらないとね、なかなかまあ、ねなかなか活動も難しいですしね、うん、この中で工夫して動くっていうのはね、うん、はい、また大変ですけれども、ますもんね、はい、ではでは、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。また来週。